風船の作り方を説明します。裏面を上にします。半分に折ります。さらに半分に折ります。広げて潰しております。裏返します。同じように折ります。両端を中心の折り目に沿って内側へ折ります。裏返します。同じように折ります。両端を中心に向かって内側へ折ります。裏返します。同じように折ります。先割れしている方の先端部分を内側へ折ります。裏返します。同じように折ります。残った部分をさらに袋の中に折り込みます。裏返します。同じように折ります。広げながら空気を吹き込んで膨らませます。
風船の出来上がりです。